モモグロカツオりとは、ペリカンモクカツオりかモモグロカツオり族に分類される鳥類。本種のみでモモグロカツオドリ族を形成する。繁殖期にクリスマス島で繁殖し、非繁殖期になるとインドネシア・オーストラリア間の海域へ分散する。全長71センチメートル。全身は白い羽毛で覆われる。腰やオバ部上面、甲子キ部には黒い斑紋が入る。 お葉は黒い。翼は、上面が黒。仮面が白い羽毛で覆われる。目の周囲には、羽毛がなく、黒い皮膚が露出する。オスは、くちばしの色彩が青みがかった灰色。メスは、くちばしの色彩がピンク色。海洋に生息する。繁殖期を除いて陸に上がることはない。植生は、動物食で、魚類や軟体動物を食べる。繁殖形態は卵生。 集団繁殖地を形成する。樹上に巣を作り、各年で1回に1個の卵を産む。ヒナは孵化してから約150日で巣立つ。林校の採掘による繁殖地の破壊などにより生息数は激減している。以前はセイシェルやモーリシャスにも繁殖地があったが、1916年までにクリスマス島を除いた繁殖地は壊滅している。 クリスマス島では採掘場の跡地を映像場所とするため植林を行う試みが進められている。1990年代における生息数は約3000ペアと推定されている。ありがとうございます。